はい、どうも皆さん、こちらバブリオンです。ということでね、今回はコールオブデューティーあるあるということで、情報が漏れます。漏れました。はい、コールオブデューティーあるある、すーぐ情報が漏れます。ガバガバなんでね、まあ会社がでかいってのもあるけどね、まあとにかくガバガバですね。はい、情報が漏れたんですけど、まあ、それがちょっとね問題で、まあ結論から言わせてもらうと、レーザー銃が追加されますね。あれれれれ、おかしいぞ。第二次世界大戦じゃないのかい。あのね、あ、第二次、この MW3 はちょっと年代が第二次世界大戦だと僕は勝手に思ってたんだけど、ちょっと年代が分かんないですね。いつの年代なんだろう。でもいつの年代でやろうが確実に見てる感じね、レーザー銃なんか出るようなさ、ないでしょ。そんな技術を持った世界じゃないでしょ、ないでしょここ。はい、ということで、まあね、スレッジハンマーっていうのは、まあ、AW の時にね、その EM-1 っていうレーザー銃を出したんだけど、まあ、バンガードでもね、出してやがって、ね、バンガードの後半ですよね、後半でレーザー銃をマスカンを出すっていう、あれ、第二次世界大戦で、そもそもね、スレッジハンマーは言ってたんですよ。リアルっていうか、リアル重視というか、にしたいと。ね。忠実でありたいと。現代っていうか、その年代に。はい。って言った割に、あの、ヴァンガードで、急にレーザー銃を出してきたんですよね。ちょっとよくわかんないな。なんか、例えば、100歩譲ってコラボ作品ってあるじゃないですか。なんか、例えばさ、MW2 って目からレーザー出したじゃないですか。意味わかんないでしょ、あれ。目からレーザー出したけど、まあ、それは、なんだっけ、ホームランダーだっけ、とのね、あのコラボで、まあ、レーザーが出たんだけど、まあ、それはもう仕方ないっていうか、まあコラボだからっていうのもわかんだけど、そのコラボとか関係なしに、急にレーザー銃出すな、スレッジハンマー。頭スレッジハンマーだな。久々に子供と言ったわ。昔からね、AW の時からね、人の悪口言う時は、頭スレッジハンマーだな、お前って言われるんですよ。あの COD 民は。昔の。頭スレッジハンマーだなって。最大限の侮辱だから、それって。あと他にもね、AW の武器とかが追加されていくらしいですね。こんな感じで。はい。EM-1、アサミ、バル、あの SR のやつですね。はい。まあ、懐かしいですね。 AW は結構やり込んだんで結構懐かしいです。アサミとかは普通に追加されてくれたらまあ嬉しい、うん、嬉しいです。でバルとかも強かったし嬉しいですね。オブシディアンでしょ、懐かしいね。まあそんな感じで、まあね、まあレーザー銃だけだと思ったら、まあこんな感じでね、 AW のね、俺好きだった武器も、まあ、追加してくれるということなので、まあいいでしょう。その正直さ、今作は最近の COD ってやっぱりどっちかっていうと、なんだろう、競技者向けではない、なんかゲームを楽しむというより雰囲気を楽しむゲームになってるんですよ。なんかそのミリオタとかサバゲーとかが好きな、なんか普通のリアル思考、リアル大好きおじさんたちが喜ぶような作品なんですよ。もう雰囲気を楽しむゲームが最近の COD なんですけど、ね、銃声とかも、本物の銃を使ったりしたりしたんじゃないですか、わかんないけど。俺でも今作は銃声もなんかおもちゃみたいっていうか、どこをターゲットにしてるかわかんないんですよね今作ね。まあ僕らなんかハイスピードな戦闘をしたいタイプの COD にはなっていないじゃないですか今作は。まあ一応キャラコン復活したとはいえね、なんかマップもこんなんだし、でそのリアル思考とかサバゲーミリオタの人たちにも別に、ね、銃もおもちゃみたいだし、ね、刺さるところは、ね、MW2 とかよりはないかなって。だからどこをターゲットにしてるのかなって思うんですよ別にね。だって僕はちょっとミリオタとかじゃないからわかんないけど、ね、銃声とか好きでしょ、ね、銃声とか好きなんでしょ、その好きな人は。だからこのおもちゃみたいな銃声は嫌なんじゃないかなって思うんですよ。し
かも体力150ってリアルじゃないじゃないですか。体力100ってまあすぐ死ぬけど、150ってなんか何発もね弾を耐えれるからリアルじゃないじゃないですか。それってだからそれもリアル思考の人は嫌なんじゃないかなと、ミリオタの人は嫌なんじゃないかなと。あとなんかもうレーザー銃とか出ちゃったらもうそれこそもうミリオタの人は嫌なんじゃないかなと。レーザー銃なんてこの年代出しちゃダメでしょ、うん、実際のねリアルでもないのにって思うんですよ。だからどこをターゲット層にしてるのかちょっといまいちわかんないですよね。でなんかあと AW のマップが追加されるらしいです、どんどん。はい、あの AW って飛ぶゲームなんですよ飛ぶゲームなんですよ。だから合わないと思うんですよね。違いますか？飛ぶゲームなんですよあれ。普通のなんかね BO3 とか IW みたいな飛ぶじゃないんですよ。もう縦横ビュン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 縦横無尽に駆け巡るゲームだったんですよあれ。そんなゲームのマップを追加して合うわけないじゃないですか。あ、俺はそう思うんですよね。まあさすがに少しはね改変してくれると思うんだけど、まあでもね AW のマップっていいとこあったかな。 AW のマップね、 AW もクソゲーだったんで言うてもね、まあ今よりは面白いけど言うてもクソゲーだったんで、マップがちょっとね AW あんまりいいところが思いつかないっすね。ちょっとマップも怖いな、 AW のマップも。まあね、まあ MW ってかさ、ちょっと本当にね言わせてほしいんだけど、MW2 のさリメイクマップを14種類でしょ、その後に AW のさそのマップを追加していくって、それどうなの。あの仕事っていうか自分たちでもマップを作らないというあれですかね。あ、まあまあ、うん、それはね、まあ、そう決めたのなら別にね。まあね、僕もなんかね、強く言えない理由はね、スレッチハンマーはなんかクソだからお前らはもうゲーム作るなってね何回も言っちゃってるんですよ。だからねついにマップを作ることをやめちゃったのかなと。うん、できればゲーム作るのもやめてほしいな。あ、まあまあまあ、そこは置いといて、はい、まあとりあえずね、まあいろいろあるんですけど、正直わらわら2ってスレッチハンマーじゃないですか。あれ多分スレッチハンマーの最高傑作なんですよね。あの AW わら2ヴァンガード MW3 で言ったらもうわら2がもうズバ抜けてスレッチハンマーの最高傑作なんですよ。マップもかなりいいのたくさんあったんで、あそこのね AW とかじゃなくてわら2のマップをアルデンヌフォレストとか、フラッグタワーとかいろいろあるんですよ。あれ結構面白いマップが、あそこをねあの本当に追加してほしい限りです。はい、うん、あとまあ武器はね、武器の追加はまあ全然いいとして、正直ねもう今作正直死に、うん、このままだとあんまりね MW2 とあんまり変わり映えしないんで、どうせだったら AW みたいにね、飛んじゃってもいいかなと僕はこの際思っているんですけども、あ、まあまあそれは、まあ、それは冗談っていうか、まあ急に飛び始めたらそれはそれで、まあ、ちょっと面白いのかなと思います。はい、あとね今話した情報全部なんとシーズン3からだそうです。シーズン3、うん、まあ来年のね4月ぐらいかな。まあ誰もやってないと思うんで、はいはい、ということで終わります。